おはようございます。カーピです。ベスト9タイトルホルダー第2弾、40連目以降は累計契約書を引いてからと思ってたんですけども、今週ちょっと忙しくなって累計が終わらないんで、今回40連から60連先に引いてしまおうと思います。ここで30連までの結果をおさらいしますと、20連目でハーマン選手獲得、30連目の確定でウィーラー選手獲得という結果でした。12人中10人がオーダーに入る中で残りの2選手を引いちゃったっていう結果でした。今回はぜひ狙いの選手、ランキング上位の選手を狙いたい。もちろん一番の狙いはカープの2選手、丸選手、菊池選手。菊丸狙って40連目行ってみましょう。この第2弾ではカープの選手獲得なしは避けたい。もし60連目までと累計でカープの2選手が出なければ90連回すのもやむを得ないかなと思ってます。最近はガチャ運どっか行ってます。最後は A ランクの藤井選手。藤井選手といえば去年福井選手のバントを猛チャージしての併殺ですね。あの動きはすごかった。50連目。そういえば最強決定戦のお知らせが来てますね。私は広島限定リーグに出場しようと思ってます。先日オールSランクになったんですけど、今のオーダーがどれぐらい強すぎるのか、今回の決定戦ではそれを知るのが大事かなと思ってます。これは去ってますね。最後は A ランク藤波選手。キャンプでは制球安定してるみたいですね。復活した姿を楽しみにしています。60連目の確定を引く前にこれまでのシリーズ2の S ランク獲得状況を見てみましょう。これが今のカープの S ランクの獲得状況です。ご覧の通り野村、矢吹、丸、鈴木と主力が避けるように出てきません。菊池選手は通常版は持ってないんですけど、アニバ版を引けているので今回はぜひ丸選手が欲しいところだけど、贅沢はいません。どちらか一人は引きたい。さあ60連目の確定で出てくれカープ、お願いします。確定でバチバチもない。おお、坂本選手来た。いや、ちょっと不意打ちすぎてコメントができない。油断してました。おお、則本選手、これはありがたい。最後は確定。そろそろカープ出てくれ、頼む。おーっしゃー、カープ引けた。菊池選手来てくれました。これは嬉しい。第1弾もカープひねりだったんで、この菊池選手の獲得は嬉しいです。よかった。最近の引きには結構落ち込んでたんで、今回の菊池選手は本当に嬉しいです。今回は菊池選手と坂本選手の二遊間が引けていい結果になりました。あとは累計契約書でもし丸選手が引けたら最高ですね。土日に頑張って日曜日には累計契約書の動画を出せたらと思います。今回もご視聴ありがとうございました。菊池選手、坂本選手、おめでとうのグッドボタン、そしてチャンネル登録、ぜひお願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。